ニコ&フレンズをご覧の皆様、こんにちは、スチャダラパーの坊主です。今日ねこのお店に来てみました。よく見てたんです、この通りでねあるなと思って。来てみたら、あ、なるほど、このキャンプグッズはこことコラボしてんだとか、なんかいろいろあったりして、ちょっと最近僕もキャンプ行ったりするんでキャンプグッズ気になりますね。はい、で今日はですね、はい、カレー企画、もう実は着てるんですよね、カレーのT シャツがいっぱいあってね、選ばせてもらったんですけど、カレー屋さんってのは今もう T シャツを出すのは定番なんだということをびっくりしました。今日は数ある厳選されたカレーをですね、はい、ジャケ買いしていただきたいので。なるほど、はい、分かりました、よろしくお願いします。ボンさん、カレーはそもそもお好きですか？好きですよ。カレー作っとけば文句はないみたいな、料理もお家でしたりとかするんで、だいたいなんか野菜スープ的なものをこうまず最初は作って、トマト味みたいのに味変させていった後、最後カレーみたいなとか、もう和の生姜となんとかのスープみたいな感じからのカレーへの移行とか、そういうのも割とやる系ですね。結構本格的な感じです。ある時に知り合いのカレーが得意な、作るのが好きな人に、カレーは足し算だってことを聞いて、困ったら足していけばなんとかなるっていう料理だっていうのを聞いて、すごく腑に落ちて、あ、なるほどと。だ、結構スパイスをいっぱい持ってて、コリアンダーとか、まあ、カラムマサラみたいなの足していけばなんとかなるっていう風に解釈しておりますもう最後カレー味にしちゃえばどうにかなんじゃないみたいなことはすごいありがちです。ちなみにお気に入りのカレー屋さんとかあるんですか？カレーね、僕今鎌倉に住んでるんですけど、鎌倉の有名な鎌倉バワンっていう店があって、そこがもう相当レベル高くて、ここ数年はもうそこが大好きで、本当に南インド風の、まあ、日本アレンジ系スパイス系のところなんですけど、あとはもうちょっと洋風っぽい、欧風カレー風だとウーフカレーっていうのも、まあ、割とすぐ徒歩圏内に2軒あって、もうこの行ったり来たりなんとかなるみたいな感じであとね、鎌倉ばっか教えてるけど鎌倉だとキャラウェイっていう老舗の有名な店があって、まあ洋風欧風カレーみたいな感じなんだけど、とにかく初めて行く人にはショーを頼んでくださいって、普通にするととんでもない量来るからショーで絶対大丈夫っていう、その3つを超えて、そんな本格派カレーに引けを取らない、今回ご紹介していただくカレーは、まあ、基本レトルト、うん、はい、湯煎だったりレンジで温めで食べれるものがメインなんですが、今そのイベント中はですね、ここで実際食べれるという、ね、はい、イベントもありますので、はいはい、楽しみ。いや、今スーパーとか行ってもすごい品揃えあるところって多いですよね。ちょっと手に取ったら、え、結構高いみたいな、そういうレトルトも気になってるんで、ぜひ、はい、じゃあこれからカレーコーナーに移動してみたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、はい、もうニコ&のカレーフェスってことで、いろいろまあコラボしたりカレー屋さんのグッズがあったりってことなんでしょうけども、いきなりね気になるなと思って手に取ってみると、レシピめっちゃ書いてあるみたいな感じとか、あとやっぱレトルトがすごいいっぱいあるのと、これ気になるなと思ったけど、うわ、これすげえ伝わりにくいけど、確かにここがあれだ、フックになるんだ。食いやすいカレー皿めっちゃ欲しい。あ、この小皿がいいですね。小皿で取ってこういけるってことね。最後これ手を使っていいのかどうなのかみたいなね、なりますからね。あとあれですよね、 T シャツとかがすごいグッズ、これはあれですよね、名古屋のカレー屋さんのグッズ展開が半端ないって状態ですね。これね、ショートパンツとか夏用のとかがあるぐらいの、子供 T シャツとか買って帰ろうかなみたいな感じですけど、こっちがとにかくこう大きくカレーコーナーになってますね。カレーフェスのスパイスが売ってたり、ちょっとそういうアクセサリー的なものもあったり、まあ、T シャツの展開がすごいね。僕も選ばせてもらいましたけど、それぞれのお店のナス親父の T シャツもあるんだね、下北。ナス親父の T シャツこれ着るかなあ、これか、美味しいカレー T シャツ、これだ。これでもこのデザイン確かに可愛い、すごいいい。あ、僕好きなカレー屋、他にももう一軒あったな、相模原に幻って店あるの知ってる？幻だけ書いてあって、でオープンの瞬間に売り切れ、もうその30人並んで幻すげえうまいんだよね、これ最高だよね。そういう系の音楽がブンブンなるやつでしょ。これやばいね、形もただランダムで曲がかかるみたいな。あとコップが超可愛いですね、昭和レトロの雰囲気がね、うん、いい。まあちょっとあとはもうね、メインどころといえばこの後ろのこの本棚なのかっていう、カ
レーなる本だなっていうやつですよね。全部230種類ですね、はい、やばいね230種類。はい、今日は坊主さんにここでカレーのジャケ買いをですね。ジャケ買いね。でもそういうことだよね、こういう本当に背表紙で見て選んで食べようみたいな。しかも割といいクオリティのものばかりが揃っている。あとはやっぱね、バーってこういうの見て結局じゃあ一番高いのどれなんだみたいなのとかもありますよね。なんかジャケットが一番パンチあるのどれなんだみたいなことですよね。一番高いのはこれ。これもだってさ、高そうなパッケージしてるもんね。これが気になりますね。やっぱこれぐらい特化した感じになってくると飛びついちゃう感じがしますよね。飛騨牛スパイシー、飛騨牛ビーフ。まあ飛騨に弱いってのあるよね。そうか。もし選ぶんだったら何種類選びます？5種類ぐらい。はい、5ですね。入ってる具もこうばらつかせたい感じもありますよね。そうですね、見た目部門のジャケ買いをまず。デザインいいなと思ったのはね、これがいわゆる昔ながらのこうボンカレーみたいな、この子誰っていうねあるじゃないですか。昔のスニーカーとかも復刻の昨今こういうのも、これは割とだからデザインとしてはなんか気になりますね。いいなと。今日は5品選んでいただいたものを実際に試食していただきますので。いや楽しみ、その試食はねしたいです。せっかくこんだけあったら、ジャケだけで言うとこういうなんかあの余計なことはしない感じみたいのいいですよね。博多花見、あこれはなんか絶対うまい空気するね。うまみをじっくり味わえるスタンダードの花見よりから、これはなんか多分うまいだろうなって、ね。はい、せっかくだからな、すごいいいやついいよな。あえどういうこと、ありそうでなかった中華街のカレー、マーラージャン仕様ね、山椒系のああいう、それも気になります。僕もなんかこっちにずれていったカレーも好きですね。なんか作ってたりとかするとちょっとキープもうキープで、はい、キープ、はい、まあ、でもさっきのねこれはやっぱねさすがにね試してみたい。この牛テールカレーはねネタになるでしょ絶対。牛テールカレーってやばいんだよつって。逆に坊主さんはレコード屋でレコードのジャケ買いをされるときは、うんうん、なんかその買ってしまうポイントってあるんですか。こいつ絶対すげえかっこいい歌歌いそうと思ったら超甘すぎる歌だったりとか、その逆もありますからね。絶対絶対ゴリゴリしたビートだなんて思ったら甘いやつだったりとか、逆に触れちゃう場合もあるんだよね。ジャケ買いも定義が合ってないわけですね。もういや意外とね、当たり外れで言うと外れてる方が多分多いんじゃないですかね。特に昔はね本当に何の情報もなくやってるから絶対そうに違いないみたいな、結局100円のコーナーで見てるんだから100円のもんだよみたいなこともあったりとかして。レコード以外にジャケ買いするようなものありますか。飲み物とかはやっぱ騙されがちなのは京都みたいなこと言われると、今日のみたいなこと言われるとあれはだからジャケットというか文言にねやられがちなところはありますよね。それこそヒダだよね本当なのかっていうね、本当にヒダに牛はいるのかみたいな。はい、のと牛ね、のと牛、はい、本場札幌セブカ、はい、フラのブラックカレーほらコンプトン出身とか実は全然アトランタのやつだったりしたらねみたいなことありますか。あとは何だろうな、魚介系を行ってみたい感じもするよね。やっぱ肉寄りじゃないですか結局カレーは。こういうナスとか言うとさ、ナスがゴロッと来てるのかなとか、なんかねさっきねこの辺で見た大量カレーとかあったんだよね。これなんかいいんじゃない、北海道の大量カレーみたいな。これなんかカレーのジャケとしてはちょっとなんかね、青多めってどうなのみたいな。カレーだからもう少しこう黄色とかって思うんだけど、海とカレー合います、合う合うみたいな、そういうのがあるのかもしれないっていう。この辺もちょっといいかな。あ全然違うね、確かに。あこれも気になるね、ポークビンダールとかベンガリーマットンとか。うまそうだね。てかね知り合いが出てる裏に、ジャケットがユザーンっていうこれは多分うまいだろう、ほらユザーンが監修してるもんあこれ食いたい、これジャケットパンチあるよほらもう音鳴ってるじゃん食べるときにこう音がさ、ややこしい音鳴ってるよ。言ってたユザンはホームステイしてる お家でもうまたカレーかって気持ちになって、またカレーかってことをその奥さんかなんかにおばさんかなんかに言ったら、え今日は魚じゃないって言われたの。魚なのか肉なのか何なのかってことで、基本はずっとカレーなんだけど全然違うよっていうことらしいんですよね。でもだからそういうことが入ってんだとしたらちょっとこれ気になります、はい、これキープ、はい、ってぐらいか。じゃあで中華街が落ちるかな。ジャケ買いベスト5はこんな感じですかね、はい、こんな感じですね。いやしかも持つとさ、レコードなんかにもすごいボリューム感がこんなに食べれないみたいなそうでもね値段的にはレコードより安いしね、お腹いっぱいになるしね、お得ですよ。
じゃあ早速これをちょっと試食していただきましょうか。はい、あ、お願いします。はい、じゃあ早速選んでいただいた1食目、はい、はい、オリエンタルマースカレーを。それね、今見ると愛知県のやつなんで、愛知県では当たり前のことなんですかね、昔からある。いただいてみますね。でもちゃんと肉とか入ってんの。こういう状態にしてもらえるってことですね、このお店に来ると。プラス200円。うん、辛口、結構辛くて具が結構しっかりしてるの思ったよ。もっとこう何も入ってない系かと思ったけど、じゃがいもとニンニクが、うん、いわゆるほらこの古い系のこの、まあ、ボンカレー的な系の定番的レトルトでありながら具がしっかりしている。でちゃんと大人も喜べるこの辛み、あれですね、あの果実系の甘みも感じます。大津さん的にこのカレーに点数をつけるとしたら、100点満点。どの辺から、まあ、ボーダーを超えてるな。これを基準とするならば、まあ、80点ぐらいかな。82点。もうだ9大点を超えているという感じです。うん、じゃ次々いってみましょうか。はい、はい、続いて2品目に、はい、これ僕選んだあの花緑、九州銘柄鶏の花緑を使ってカレーなんですけどね。水炊き料理の花緑中洲本店っていうのが写真出てますけど、そこで食べれるってことですかね、このカレーがね。だから水炊きのその鶏が有名なってことがいただいてます。鶏、確かに鶏は噛み応えのある鶏。なるほど、うん、辛さはどうですか。まあ、いわゆる中辛的なベーシックな、そのちょっと野菜とトマトっぽいちょっと酸味のあるようなカレーですけど、子供ギリギリぐらいの辛さですかね。うん、うまいですよ。うん、進みます。これさっきのマースカレーを基準として、あ、どうだろう、うん、78点。うん、そこぐらいかな、うん、美味しいですよ。チキンは確かに美味しい。これあの他のねお肉のあれもありましたよね、鶏のね手羽先とかね、そっちも気になりますね。はい、はい、じゃあ続いて3品目いきます。はい、はい、次に僕が選んだこのベンガリーマトンカレーですけども、この今時こうよく本なんかでもあるこの文言が多い系ね、ベンガル地方の伝統的な調理による濃厚でスパイシーなマトンカレーでも、見どころは監修にこのユザーンっていうね、このユザーンと石浜さんですよね、このシュタールの方と作っているという。あ、見た目これいいですよ。マトンのボリュームがすごい。これだけでも結構特筆すべきというか、レトルトから出してこんなゴロゴロっとジャガイモと肉が出てきたら贅沢感がやっぱ。ちなみに値段これいくらでしたっけ。ね、結構いくやつだよね、これだけ具が入ってれば。うん、うん、うん、これはレベル高いと思います。やっぱ昨今のスパイスカレー、いわゆるどこでもね本当にあの目にするようになったし、うちでも割とみんな使ってると思うけど、うん、これはうまい、好きですね、かなり。こんだけ具もたっぷりしててお店に近い、もうこれはね92点。これはレベル高い。このマトンのこのレベルの高さ、結構止まらず食ってしまう感じ。うん、うまい、うまい。辛さもすごくパンチあって、そう、うん、高評価です。うん、4品目いきます。はい、さあこれね、浜の母さんの味大量カレーということで、まあ、大体ねジャケがいろいろこうレコードでも何でもしてると、まあ、1個ぐらいちょっとすごい冒険したっていうか、1個外した感じのやつ行ってみようみたいな感じで、もうカレーらしからぬこのジャケットっていうか、このパッケージで具がね、やっぱこの浜のっていうだけあって、あ、もう明らかにここにホタテがゴロンと入ってますけど、まあ、実際に浜でこの母さんが俺作ってたどうか知らないですけど、こう食べてみましょう。うん、うん、うん、海鮮の出汁が効いてます。明らかに海鮮寄りのエビやカニや、ジャケットの見た目通りって感じですかね。うんうんうん、ジャケ買い通りです。あの磯のねシーフード系の、ただその母さんのっていうだけあって、カレー自体はいわゆるそのなんかその子らのカレールーをボコって入れた感じの、うん、大味です。そこがいいんじゃない的な、小麦粉系の75点。まあまあまあ、あのたまには魚介もいいじゃないですか、肉を全盛の時代に、はい、はい、いいじゃないという感じですかね。あ、もうゴロゴロだ、これを入れるための袋。あ、すごいね、すごいね、こう行きたいぐらいだね。はい、はい、じゃあラスト
はい、ご品目をお願いします。はい、はいはい、これがですね、もうこのここでまあ一番高いと言われた長崎大みかんかな、名前は牛テール。これがだからさ、ゴロッと骨付きテールが丸っと入ってると、あ、これはすごいですよ。ほら、ほろほろと剥がれるこの骨と、これを味わうってことだね。ちょっといただいてみます。うん、あ、なるほどと。牛一頭からわずかしか取れないと言われる。ルーテロ大胆に。え、だからそれ高くなるわ。これ丸っと入れなきゃいけないんだもんね。これがこの形があるってことが重要だからね。超高級ですよね。はい、1700円、はい、うん、うまい。具も、それとキノコ系のものと。やっぱ値段以上にお腹いっぱいになりそうなこのボリューム感ですね。これが、なるほどな。カレー逆にでもちょっとこれよりになりすぎてきた、あのカレーどうなんだってあんまりパンチ、あのあれがないかもしれない。うん、まあ、さすが高級なだけあり88点いただきました。うん、なるほど、美味しいです。はい、じゃあ実食を終えました、はい、一番ジャケット通りの味だったのはどれでしょうか。ジャケ通り通りで言うとやっぱこれかな。これは本当に想像してたそのテールのほろっと取れる肉が入ってるなと思ったらまさにその通りで、それのクオリティは相当高かったですね。味として一番インパクトがあったのはどれですかね。味はね、やっぱね、結果これがここまで再現、こういういわゆるスパイス系をできるかっていう、さすがのユザンクオリティ、ディテールすごいっていうのは思いましたね。まあ、どれも美味しかったですけど、やっぱね、レトルトのこういうレベルが上がってて、ここまで味が来てんのかってびっくりさせられたのはこれですかね。他はやっぱり、あ、想像のちょっと上、あ、想像より具が少し上とか、なるほど、こういうお母さんの味に魚介とか、なんか想像できるぐらいだったんですけど、これはちょっとレベル超えてましたね。これはね、ジャゲにしてはより意外と本格というか、あのさすが多分長く愛されてるあのレベルの高さを感じましたね。マスカリ、これはさすがに甘い。これいいよね、美味しかったね。ちょっと友達にプレゼントするなら、はい、これあるし、でもね、これ僕おすすめかも。マスカレー、その見たことないけど実はこう愛知では割と定番なんだったりとかね、調べてみたらあるかもしれないけど、可愛いしジャケットがなんか喜ばれるんじゃないかなっていう意味ではこれがすごい良かった。なんかこれはもう値段もそこそこだし、クオリティもまあ想像を超えるぐらいうまいっていうのは分かるので、あの実際自分が帰って食べたいのはこれみたいな感じ。お土産だってやっぱジャケ的にもおすすめかな、はい、マスカレ。なるほど、ね、相当いろいろやってるでしょうね、はい、衣食住、ね、遊びも、ええ、音も何でもやっております。今僕例えばそのちっちゃいシンセサイズとかおもちゃみたいなのがいっぱいいろいろ出てたりとかして、音はすごい良かったりするんですよ。実際にライブで使えるようなクオリティの音だったりとか、例えばね、僕好きなのコルビとかね、あと、まあ、いわゆるヤマハとかローランドとか、ああいうちっちゃい小ぶりな電子楽器みたいので何かとか、あ、それのキュレーションとかできたら、もしねやれたら面白いかなと思います。はい、お腹もいっぱいになってたもんね、はい、カレー楽しめました、ありがとうございます。だからそのニコ&カレーもあるんだっていうのは結構びっくりしましたけどね。グッズならわかるけど食べちゃうのっていうね、いろいろ楽しみやっていきたいです。はい、ありがとうございました。